結構さやっぱハーフっていうのも結構やっぱ最初目につくところかなと思うんですけど地元とかはどこなんですか地元は茨城でうちハーフじゃないんだよねクォーターの4分の1が日本あそっちなんだそうあ日本が4分の1お父さんが純アメリカお母さん日本とアメリカのハーフあそういうことそうだから日本が4分の1ほとんどアメリカだから国籍もアメリカなの一応そうなんだそうえ生まれたのもじゃあアメリカとと生まれたのは日本あ日本なんだそうそう うちねカルトベイビーなのカカルルトトベベイイビビーーって言ってんだけど日本で育ったけど小5までは日本語喋れなくてで小5っていうか小4の最後の1か月ぐらいまで学校行ったことなくてえそうでそれがカルトのカルトっていうかまあ カ言葉言えないほうがいいかもしれないいや全然どうなんだろうね全然いいけど宗教施設に入ってたみたいなあそういうことネタでカルトベイビーみたいな言ってるんだけどそうそうなんだそうだからもう日本語喋らないはいで結構まあ何世帯もこう同じ家の中に住んでるみたいなあとかでそれでもホームスクールやってそう結構宗教チックだったねあそうなんだえそれって話せるの どういうい感じまあ最初から言うとヒッピー時代あったじゃない戦争終わりのヒッピー時代の時にそういう宗教が結構流行っていろんなのできてその時にできたやつだったんだけど、うん、でそれがバー広がって日本にもできてそれがうちが三代目三世。 阿三性だ。そうだからおじいちゃんおばあちゃん世代は自分たちからそのヒッピー時代に入ってでうちの親たちが生まれてでうちの親も出会ったのがその宗教内で出会って出会ってでうちが生まれたっていう不思議だよね不思議よあんまいないよねあんまいないね会ったことないでしょ会ったことないねカルトベギーめちゃくちゃおもろいそうかホームスクールだからそうかじゃあみんな英語喋ってたんだその時はその場所がそうでなんかやっぱ 英語をずっと家の中だからさ学校とかも行かないしだから家の中で英語しか喋んないんで結構なんか自分たちと同じその同じ宗教とか同じ信じ,信じてることが一緒じゃない人はなんか外の人は悪い人たちみたいなそっち言われててでもやっぱ英語しか喋れないからうん、うん、外はみんな日本語喋ってるし、はい、でも日本語わかんないからそれで悪い人たちって言われたらさゃうねああみたいな。 みたいな <laughs> で親が、うん、そのうちが小4の最後ぐらいの時に抜けてそこで初めて自分の家族だけで住むあそうなんだで、まあ、抜けたからじゃあ学校行こうみたいな <laughs> 行ってらっしゃいみたいな <laughs> うわそのなんか <laughs> うわそのけ結構きつくねそれそうだって今までの世界と違うわけじゃん全然違う全然違うし、うん、もうテレビとかも見ない し音楽とかもその宗教が出してる音楽とかがあったからそれを聞く宗教が出してるビデオとかもあってそれしか見ないだからもう「スポンジボーとかみんな見てるじゃん結構海外のもそれマジでそうそれってどういうもの信じるのんかキリストキリスト教のちょっとそのリーダーみたいなやつがいてキリスト教を自分の捉え方を作ってその バイボーはなんかこうやって言ってるんだよみたいなここ,ここのこう言ってるところは本当はこういう意味なんだよみたいな感じそれがカルトなんだけどそうだねキリスト教のその人の捉え方,方、えー、でリーダーになってみたいな。そんなん 珍しいなでもヒッピーとキリスト教ってあんまうまくいかない意味あったけどそんなことないんだ確かに確かに <laughs> まあでもやっぱ戦争終わりぐらいの,そのヒッピー時代はみんなさ<っ>かなんかすごい平和ピースみたいなまあそうだよねそうでそれで始まって、えー、う,うちの親とか学校一回も行ったことないあそうなの育ってる流れってことかそ,<う>そりゃそうかその中で生まれてきて育ってるからだからうちの,その第一世おじいちゃんおばあちゃん世代は自分もうある程度普通の生活してうん、うん よしこれに入ろうみたいな自分たちで決めてでも親たちはやっぱ何も決めてないじゃんそれに生まれてきてそれしか知らないみたいなでバーって大人になってその本当にそのカルト内宗教内のしか知らないからみんなそこの中で出会ってみたいなで子供もできてうちで,できてみたいな。 へー<う>めちゃくちゃおもろいおもろいっしょえちなみにさ外出た時にさやっぱさめちゃくちゃさなんていうの,そのカルチャーショックみたいなと思うんだけどうん、うん、一番ビビったこととかカルチャーショックだったこと,とかあったうわーな,んだろうなんだろうなんだろうなカルチャーショックあでも全体的にカルチャーショックやった学校ってどんなもんか分かんなかったしそうだよねそのレベルかか学校ってこんなな感じかみたいな <laughs> 学校分かんなかったしなんかちっちゃい頃うちが覚えてんのがそのちっちゃい頃そのまだ宗教に入ってた時になんに夜、歯磨きしててお父さんにえ外の人たちもさ歯磨きすんのみたいなもうそんぐらいなんかぶっ壊れて悪いやつなのかと思っちゃっててもうあこいつら全然普通じゃんみたいな普通の人じゃんみたいなこそこでショック受けてえ何が悪いみたいな。 不思議なるほどね。<う>えしかも普通の公立行っ,ったってことだよね公立、まあ、小全然インターじゃないしかも、まあ、地元が茨城なんだけどうん、うん、その茨城の、まあ、抜けた時にでも茨城に引っ越したそれまでは日本語もしゃべれなくてうん、うん、外も行かないから実際どこに住んでたかもうかんないの。そで茨城行って茨城の学校あいいみたいな。 人誰もいないし、そ,そうだよねでうち六人兄弟で、六人兄弟の<う>しかも、うわそこもすごいな、<laughs> はいはい,はい。六人兄弟で、まあ最初の三人、その上の三人が先に、はい行ってらっしゃいみたいな。はい、この田舎の学校に急に外人三人入ってきたみたいな。やばいな日本語喋れんみんなみたいな。<laughs> えー、そうなんですね。そう。<laughs> えどういじめられたりとかはしなかった？全然。いやなんかその小四の最後の一か、さいの一ヶ月の時に入って。うん その時は先生がすごい優しくてみんなに紹介して、うん「この子はアシリで」みたいな日本語喋れないからみんな優しくしようねみたいな教えようねみたいな感じで、まあ、みんなすごい優しくてあ、うん、全然いいじゃんみたいなでなんか春休み入って、うん、で学年変わるじゃん、うん、で小5でそのクラスがやるじゃん、うん、それも分かんなかったの同じクラスのまんまかと思ったのすごい安心して行ってきて <laughs> すげえ楽しかったしみんな優しかったら行こうみたいなで行って、うん ででも小5でも小クラス変わるじゃん、ね、でみんなも何も知らないだから先生も新しい先生でうちが日本語喋れらないことも分かんなくて<や>普通に最初からテスト配られてきっついきついえみたいな先生のところにテスト持ってきて <laughs> え私日本語分からないみたいな先生もえー、みたいなじゃあ頑張ってみたいな <laughs> うわわわかった な <laughs> 頑張ってもう当てに行くよねはいこれみたいなどれも分からんみたいな読めないしマジかそう<ー>だから小54の時はすごいみんな優しかったで、えー、もう小5ぐらいの時にやっぱそういうのがちょっと始まっちゃって、えー、でやっぱなんか夏休みの新聞みたいなのとか書くじゃんなんか「夏休み何しました?」みたいな,的な,な,いなんか 夏休み何したたかみんななんかクラスの壁に飾るみたいなそれの日本語さすっごいできないんだけど頑張ったわけ頑張ったけど全然間違ってんのそれをさ5人ぐらいで読みに行ってうちのとこ来て「ええ何何?」って書いてって間違えたことをさ言ってきた一人でこうなったりでも小6ぐらいまでは小6ぐらいの時には もう結構会話できるぐらいにはなったかな友達とかできて遊んでたみたいな。